ね、続いてあれですか、山本美宇ですか。そうですね、はい、1ラウンドを行います。青コーナー、93年50キロ級世界チャンピオン、フランス代表、アナコメス。赤コーナー、94年50キロ級世界チャンピオン、日体パンサーズ、山本美宇。さあ、注目の山本美宇の登場であります、はい、今コールされたらにこやかにちょっと微笑んでました、はい、山本美宇選手プロ契約ってしましたけども、もうプロみたいなプロです、ね、タレントというかです、ね、ちなみに、まあこの前新玉川線の中に山本美宇選手いまして、あ、そうですか、新玉川線で私発見しました。あ、そうですか、早くもバックを取るか、はい、渋谷で降りてきましたけど、いやいやいや、はい、どっかあの遊びに行ったみたいです。その前もですね、前夜祭で山本美宇が本当に視線を独占したんですよ、マスコミのですね、はいはい、ですね、彼女はやっぱり広告塔ですか、あまり使えない。そうですね、はい、お父さんがセコンドついてましてね、はい、ミュンヘンオリンピック代表だったんですよ ね、 そうですね、これミユという名前をつけたという、今日体大の教授で、まあもう、はい、本当に巨人の星というか、はい、子供の頃から英才教育、これお父さんも星一徹みたいな顔してますから、はい、まさに、なんか妹もデビューしたみたいですね、はい、そうですね、そうですか、あまり顔似てないんです、これが。なるほど、シート、あー、素早いタックルから、はい、あ、今タックルから崩していった、そしてバックを取って1ポイント、さすがに山本美宇、世界選手権91年94年世界選手権50キロ級チャンピオンであります。まあ、この94年の世界選手権決勝でこのアナゴメス戦をアナゴメスを破っての優勝ということでありました。もう試合度胸十分あると思うんですよね、まあもう修羅場というかね、大舞台何度となくこなしてますから、まあ現在は女子、アマレスのね、オリンピックの正式競技化へ向けてというふうに、本当にまあ自ら広告と勝って出て、まあ CM にもですね、今露出してるわけですけれども、はい、カメラも CM じゃないですね、はい、プロレスラーになろうなんていう意思ないんですかね、まあ、プロレス的に言うとちょっと体小さいですから、ね、全然向きじゃないですよね、僕もあの JWP に向いてるかなってすごく思っちゃうんですよね、浜口京子は全然向きだな、JWP あたりというか、まあ、また別のあれでもいいんですけれども、一つのポジションで山本美宇とこう、はい、タレント性ある意味だね、そうですね、人気を集める要素を持ったアスリートなんでね、まあ、ただ本人はまだその、はい、プロレスラーというのは全くこの意識の中にはないというふうに、まあ、試合前も言ってましたけれども、何かやっぱりこういう山本美宇とか出てくれますとね、はい、やっぱりドーム大会に箔がつきますよね、やっぱ一般マスコミとかのやっぱ注目がね、高いですからね、一般スポーツ面、大変な変な言い方ですけど、スポーツとか一般人のスポーツ面に、ね、はい、乗る要素はありますからね、はい、アマチュアの選手が出てね、これアマチュアレスリングもルールをよく細かく分かって見てるとすごく面白いんですよね、はい、まあ、そう言ってる私もよく分かってませんが、細かくは、まあ、特に フリースタイルの場合はね、はい、非常に動き激しいですから、はい、でまあ、プロレスでも飛行機投げなんてのありますけれども、はい、形こそちょっと違いますが、低い位置からね、ありますね、こう飛行機投げとかアンクルホールドなんてのもありますしね、後ろ反り投げなんてのはね、はい、もうジャーマンスープレックスみたいなもんですから、なんか昔のルーテイズのスタンプホールド式のパイルドライバーみたいな、そういうパターンになる時もありますよね、はい、抱え上げて頭から落ちたところで一気にフォールというね、そういうパターンもありますし、はい、力のある選手はこれ本当よくじっくり見てルールを知ってみるとすごく面白いですよね、はい、さあ山本美宇対アナゴメス、この、まあ、もちろんこの山本美宇、この四角いリング、ロープの張ってあるこの四角いリングで、しかも東京ドームで戦うというのはもちろんこれは初めての経験であります。まあ、数々の大舞台を、まあ、経験はしているでしょうけど、またこれは一風変わったね、本人にとってもいい経験になるんじゃないかという気がします。試合的に見ると先ほどの試合のがどうしても我々の目を引いてしまいますよね、はい、おっと、アナゴメスも力強い、ここで1ポイント取りましたね。さあ、なんとしても世界選手権決勝の再来のようにね、すっきりと
山本美宇に勝ってほしい、そんな感じがいたしますけれども、現在ポイントは5分。引きのカメラで見ますとプロレスの3本のリングの、あのロープの中にで、はい、アマチュアレスリングやってるっていうのすごく、これは新鮮な絵ですね、これはね。そうですね、しかもあの中央にあの前場のマークが三千とですね、はいはい、残り時間30秒。あの平成新軍があの新と丸いリングで、はい、新とあの腰中のやった時みたいな、ああいうのだとアマレスっぽいですけども、ね、はい、ロープもないし下も丸いですからね、丸く、はい、この丸っきり四角いジャングルでアマレスをやってるという、まあ、しかもあの、はい、アマレスあれでかいですからね、半径が。そうなんですね、このプロレスのリングだとかなりこれは小ささというか、そういったものを実感してるんじゃないでしょうか。プロレスもそうですけど、リングっていうのはもともと輪というか、こう丸かったからリングっていうんですよね、はい、その流れで今これ四角いですけどリングを輪というんですね。ここで今間際でなんかありました、終了ですけれども、今ポイントが山本美宇がね、今バックを取ったような感じにも見えましたけれども、はい、ここでゴングであります。得点はどうなりましたか、はい、ただいまの判定は4対1、4対1。